はい、それではフォーミュラクラス A メイン10分間スタートします。もはやこのクラスジャイロなしでは A メインに残れない曲になっている前者、そんな考えジャイロ付き、あ、銀ちゃんのも付いてる、あ、刺さった。オーダーホンデンプが4台、さあちょっとボディが分かりづらいです。ボディカラーが違うのは小森選手、白に赤、そして銀ちゃんが赤に白、あと4体は同じフラーレンカラー。トップは近田選手、2番手に選ばれた銀ちゃん、3番手、小村選手、4番手、丸山選手、前回優勝、白ちゃんが5番手、そして、小森選手が5番手から、何か車が、具合が悪いのか、5番手、3番手、5番手、3番手、5番手、3番手、さあ、小森選手の車がなんか具合が悪そうです。さあ、ベストラップで見るとトップ近田選手の10秒台で10秒95、そして2番手大野選手が11秒11、3番手大野選手は妻の周に11秒25、そして丸山選手4番手が11秒9、松島選手で10秒36、トップ北田選手と2番手大野選手の差がすでに6秒、3周離れております。そしてさらに6秒遅れて大野選手、すでにトップ北田選手がラップされております。そして4番手丸山選手が座ったのが、ここで3番手に丸山選手が浮上、今競ってるのはそこの3番4番、そして小田君すぐ後ろに松島選手が来ました。ここには近いのは3番、そして4番手が、あ、高橋さんが前に出たと思ったら、今おもなしが4番手で、その間にマルちゃんは行ってます。マルちゃんの3番手、銀ちゃん2番、うん、もうここはエラーリー2番手ラップになっております。さあトップ下選手何かやっていたんでしょうか。銀ちゃんとの差が2秒7まで縮んでおります。しかしこの間には出社遅れの小田選手と小森選手が小森選手の車やっとなんか安定してきたようだ。いや、握れません。誰かこけた、さっちゃんか。残り6分、トップは依然石川選手、2番手大勝ちからまたちょっと左手3秒3、そしてラッププレーになって3番手が丸山選手、そして丸山選手、大勝ちの差がもう7秒と思いないといいます。一番今近いのはトップ争いの北田選手、大野選手、3秒1、3秒っていうと1回20秒刺さるとすぐ追い切ってしまう時間ですね。
ゼロゼロ番号。ここで大物が巻き込まれて。やってきました。石川選手の差がこれで何秒になる。7秒8。やはり今年はマクラーレンダメなのか。マクラーレンが出られた。大野選手、ラップ遅れの大野選手に惑わされております。さあ、ここはもうすでに一番近いところでトップ1、石川選手と大野選手の8秒差、そして2番手と3番手、大野選手と丸山選手が何秒差でしょうか。ラップ遅れになっている15秒差、そして小田選手もさらに15秒遅れ、松島選手が8秒遅れ、小田選手18秒遅れ、全然競ってるところはありません。石川選手から最下位小森選手までの差がもう5ラップぐらいと思います。ちょうど前回1週ぐらいの差で色が当然起きるというのは全くありません。近所の方は絶対にバトルを楽しんでくださいね。誰も譲らなくても順位に変動はなさそうです。ちょっと目を離してると、小田とタクちゃんが3秒差まで近づいてる。あれ、このまま4秒差まで近づいてる。どこがいいの、あっちで。どれがマルちゃんだろ。マルちゃんの間に挟まれてるのか、これは。誰はマルちゃん。タクちゃん、マルちゃん、モダッチ。さあ、マルちゃんは、でタクちゃんとモダッチが、ガッチ。さあ、マルちゃん、どうする、どうする。さあ、残り時間2分30秒。ああ、そこで、ああ、モダッチが前に出た。ああ、モダッチが前に出た。これでタッチャンが前に出ました。松島選手が4番手、しかし3番手丸山選手は約2周の差。タッチャンに1周でもラップができるか。2分を切りました。残り北田さんと仁ちゃんの差が今計測ので6秒1、ちょっと縮んできております。選手5番マップ、ちぎるのか。来シーン作る、今年は F1 に出ればよかったと思ってるかもしれません。近いところはタクちゃんと4秒差。同じ車で5秒差。あれ30秒。ボロッコあるんじゃないですか。毎週あと何分、あと20秒。
たくちゃんとおなっちゃんの差が3秒9トップ、ひかさんとおじんちゃんの差が3秒6 ここでしかしここでじんちゃんゴール。はい、電車ゴールです。優勝は北野選手、2番手にじんちゃん、3番手にまるちゃんでした。